朗読ラジオ番組エンジェリックリンクサイドストーリーの時間です今回ルシフェル役三鷹凛がお送りしますゲーム本編でお楽しみいただいているエンジェリックリンクのメインストーリーはアニメ私能力は平均値でって言ったよねの原作者船先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっています今回はもしエンジェリックリンクの世界観設定で フナ先生がラノベを書いてみたらの第三話となります。ルシフェル、ベリアル、ベルゼブブたちの世界で、もしかしたら起きているかもしれない。もしもの世界をお楽しみください。あの四人組のその後のお話です。それでは、スタート。第三話、人間の国。 ご飯を済ませて自分たちの置かれた状況を一通り確認した打天使たち4人の興味は次第にお金や仕事のことから地上そのものへと移っていたここって人間の国だよねハルファスの質問にデカラビアが答えるそりゃまあ地上界だからね砂漠や秘境とかでなければ。 どこかの国の一部だろうけどねドラスちゃん場所によって管理者が違うなんて面倒だよな規則とかもそれぞれ違うらしいけど覚えきれないだろうそんなのアンドラスの言葉にダンタリオンが呆れた視線を向けるドラスは一つしかない展開の規則も覚えていないから関係ない ハルファスはそれを真面目に聞いていたで実際地上界の規則ってどうなってるのハルファスの疑問にデカラビアがうーんと腕を組むはいリオンちゃん説明お願いまたラビアはこれだからしぶしぶ説明を始めたダンタリオンが言うには今。 自分たちがいるあたりは王国と呼ばれておりまず一番上に女王が君臨するそして貴族平民とそれぞれの身分の者のがいて平民は王族や貴族には逆らえずたまに散脱や謀反一揆や革命が起きるとのことだった以上説明終わりえ早 説明終わるの早っもう少しなんかないのないここの細かい規則なんか知ってるわけがないだって私たちもはるちゃんより少し先に落ちてきただけそれにお金を稼ぐのに集中していたから細かいことなんて調べる余裕なかったあーそれもそうか結局 3人はハルファスより先に落ちてきたとはいえその差はたかが数日程度だったしかもお金を稼がなくてはご飯にもありつけないとなれば働くことが何よりも優先されてろくに情報が得られていなくても当然だったのだそっかそうだよねーうーんよし 私分かったアンドラスが首をかしげる何がハルファスは得意げに言った私たちには最優先でするべき使命があるってことよつまりみんなの総力をあげておいしい食べ物を食べるためにお金を稼ぐのそして展開に戻るのはなんやかんやと理由をつけてなるべく引き延ばす決定 何ともひどい行動方針だが結局どれだけ話し合ったところでやることは一つだったので4人は情報収集を後回しにしてひとまずバイトを始めることにしたアンドラスは狩りにデカラビアはちょっぴりエッチな踊りにダンタリオンは詐欺まがいの木彫りの人形売りにそして初めて地上界で仕事をするハルファスは。 食堂のウェイトレスにはるちゃんはどうしてウェイトレスそりゃもちろん好きなだけ料理が食べられるからやっぱりあんまりにもな理由に納得ができてしまうのがいやだとタンタリオンは眉をひそめていたアンドラスとデカラビアも同意するそんなことだろうと思ったよ。 気持ちは分かるんだけどね稼げるなら別になんでもいいでしょすべてはおいしいご飯のために <laughs> 頑張るぞこうして4人のバイト生活が始まったそしてあっという間に3日間が過ぎた「ごめんウェイトレスクビになった」だと思った。 再びあんまりにもな理由にダンタリオンがあきれるデカラビアがしょうがないとクビになった理由を思い出すだってハルチンの運んだ料理、テーブルに届く前に7割くらいになってたもんねええなんで捨てるの驚くハルファスにダンタリオンが心配でとこぼした「心配で」とこぼした心配で 見に行った。しかもはるちゃん客席に座り込んでお客さんからさらに2割くらい分けてもらってたしだって地上界のご飯美味しすぎるんだもんそれに無理やりじゃないし私、お客さんにお願いしただけだしダメに決まってんだろアンドラスが叫ぶやっぱりリーダーの選出を誤ったかもしれない 報告を聞いたデカラビアダンタリオンアンドラスの3人はほんのちょっぴりだけそう思ったのだったそんなことがあり結局ハルファスは翌日からアンドラスのバイト元居狩りについていくことになったハルファスはそのことにご機嫌斜めのようだっただって いかがわしい踊りとか詐欺まがいの商売とか絶対にごめんだし他に選択肢しないじゃない。で、ここがアンドラスの言ってたギルドって場所なのそうだ、一応前もっていっとくけど地上界での狩りやギルドで仕事を受けるやり方については私の方が先輩だリーダーはハルカスでもここでの仕事については。 私の指示に従ってもらうぞ、うん、そりゃ当然だよちゃんと指示には従うからけどハルカス言うな2人がやってきたのは村の中にあるギルドの支部だった小さな村のせいか建物の中にはギルドの職員らしき者が受付に2人いるほかは冒険者が1組いるだけだったハルファスは アンドラスの後ろについて、周囲の様子に目を配る。あー、ギルドってこういう感じなんだね。ところでギルドって何のギルドなの？うん、知らない。はあ、また忘れたんでしょ。とにかくこのギルドに登録すればいいのね。うん。え 驚くハルファスにアンドラスが首をかしげる登録なんかしないぞ別にそんなことをしても意味ないじゃないかどうしてだってこれから私たちここのギルドに入って働くんじゃないの疑問だらけのハルファスにアンドラスはこのギルドでの自分たちの立場を説明し始めた私らの立場はえー、っと何て言ったかな あーあ,あそうそう個人事業主っていうんだギルドの一員じゃなくて独立した経営者とかで一人一人が紹介主みたいなものなんだって聞いたなだからギルドの一員だとか下っ端構成員だとかじゃなくてギルドと対等な関係の取引相手なんだって依頼を受ける側をすごく尊重してくれるシステムだよな えー、ハルファスは「信じられない」といった表情でアンドラスを見てそれから大きくため息をついたなんか不満かだってそれって何かあってもギルドは関係ないギルド員じゃないものが勝手にやって勝手に失敗したりケガをしたり死んだりしただけで面倒も見ないし何の保証もしませんってことじゃないの 成功した仕事にだけお金を払ってリスクは全部仕事を受けた個人に押し付けるって仕組みでつまりこれはうん受付にいたギルドの職員や冒険者がハルファスたちに険しい視線を向き始めたあれこれってうろんな空気が漂う中ハルファスの視線の向こうで ギルドの職員たちがそそくさと席を離れていく。あ,あ、逃げた。汚い。やっぱりこれ働く側を低くこき使うための契約だって自覚あるんじゃない？私たちだって。少し地上のことに疎いだけでバカじゃないのに。仮にもあの幼玉女神の元でパシャーマのように働いてた。天使をなめるんじゃないよ。今は堕天しちゃって翼も黒いけど。 声を上げるハルファスにアンドラスが不思議そうにするおい一人で何起こってんだえアンドラスあんた全然気づいてないのだから意味がわからないぞ腹でも減ったのかはあ、だめだこれ私が思ってたより天使って優秀でも賢くもなかったのかなしかしハルファスは すぐに気持ちを入れ直すために自分の両方を手のひらで軽くたたくダメだダメだリーダーなんだからしっかりしないとこんなやつでも権威と戦闘力はかなりのものだもん天使だってそれぞれ得意不得意があるんだしアンドラスには肉体労働を任せて私がみんなの頭脳役を務めればいいだけのことだよねうんうん適材適所適材適所は 他のものをうまく使うのがリーダーの務めハルカスいい加減一人でブツブツうるさいぞごめんなんでもないさあお仕事頑張ろう今回はここまでいかがでしたでしょうかドタバタ劇まだまだ続きそうですねハルファスちゃんの食いしん坊なところや 意外としっかりしているところが垣間見えて可愛かったですね次回は情報収集を始めるみたいです楽しみにお待ちください今回はリシペェル役三鷹凛がお送りしましたさようなら